こんちくわ、メドツです。今回は、種差し海岸が目の前に広がる、お食事処、芝亭さんで食べようと思います。こちらのお店は、新鮮な海の幸がいただけるので、楽しみです。お腹ペコペコ。何を食べようかな。ワクワク。入りましょう。お邪魔しまーす。一番奥の窓際に陣取ることにしました。せっかくなので海を見ながら食べないとね。どんなメニューがあるのかな。夏の旬といえば海だから海丼もいいな。いちごにもつけて海づくしにしちゃおうかな。デザートにソフトクリームいいな。海の瓶も売ってるのか。迷うなぁ、どうしようかな。迷ってたら、店員さんが何やらボードを持ってきました。これは、季節のメニューなのかな。あ、スペシャルって書いてる。よし、この海鮮丼にしよう。お昼に2500円。高いけど、ご褒美に。しばし、お預け。この待ってる時間も、美味しくする味付けの一つですよね。クーラーの風で揺れてる。しっかり効いてて、涼しいなぁ。あ、来た来た。失礼いたします。海鮮丼です。準備したぞ。待ってました。うまそう。ウニとイクラとマグロとホタテと光り物は味かな。生ウニを食べましょう。あーあーん、パク、うまい。パクパク。ごちそうさまでした。完食、大変おいしゅうございました。美味しくて、あっという間に、食べちゃった。奥には、怖がりの座敷もあるようですね。食事時が過ぎて、人がいなくなったので、少しお店の様子を。満足したし、帰りましょう。いかがでしたか？皆様も、種差し海岸に、来た際は、ぜひ、芝亭さんで食べてみてください。では、またです。